シギ化に分類される鳥類の一種、アクタイテス属の模式種。夏季に、ユーラシア大陸の温帯域、アカン帯域で繁殖し、冬季は、アフリカ大陸やオーストラリア大陸、ユーラシア大陸南部などへ南下し越冬する。日本では、九州以北に周年生息する流鳥であるが、本州中部地方以北では冬季になると、越冬のため南下する夏鳥である。 全長2 0トル、翼長2 9トル、翼階長38から4 1トル。上面は肺褐色で覆われ、羽毛の軸に沿った反紋は黒い。下面は白い羽毛で覆われ、胸部側面に、はずにかけて白い部分が切れ込む。種小妙ヒポルコースは、下が白いのい。顔から胸部にかけて肺褐色の反紋が入る。目上部にある、 眉状の半紋は白く、くちばしの基部から目を通り後頭部へ続く暗色の筋模様が入る。風切りは上面には白い半紋が入り、飛翔時には帯状に見える。くちばしの色彩は暗褐色。講子は短く、色彩は黄緑色や黄褐色。幼鳥は上面を覆う羽毛の外縁が黄褐色で単色部。主に河川や故障の周辺に生息する。 批判食期には、干潟や岩礁海岸にも生息する。俗名、アクタイテスは古代ギリシャ語で、海岸に住むの意があるアクタイツに由来しは妙と、ほぼ同義だが、海岸にのみ生息するわけではない。渡りの際は小規模な群れを形成するが、陶器は単独で生活する。静止時や歩行時にはオハを頻繁に上下に動かす。短距離を、 飛翔時には翼を下げたまま先端を震わせて飛翔する。食性は動物食で主に昆虫を食べるが、甲殻類、軟体動物も食べる。獲物は水辺を徘徊したり泳ぎながら捕食する。繁殖形態は卵生。繁殖期には縄張りを形成する。水辺の草原にある植物の根元などに浅いくぼみを、掘り枯れ草などを敷いた巣に、1回に3から5個の卵を産む。 死ゆ交代、または、メスのみが放卵し、放卵期間は21から23日。ヒナは、孵化してから26から28日で飛翔できるようになる。ありがとうございます。